よろしくお願いします。はい、札幌市で中学校の教員をやってます大宮です。よろしくお願いします。ちょっと今日参加されてる皆さん、あのこうお顔を見てですね、ちょっと紹介する本、なんていうかな、これでよかったのかなって、あまり皆さんのお役に立てないかもしれないなって、ちょっと緊張しておりますが、よろしくお願いします。皆さん、日々こう、お仕事とか、あとは、家庭での子育てだったり、家事だったり、いろいろ、こう、お忙しいと思うんですけども、時間がもっとたくさんあったらいいのになとか、なんていうんですかね、こうゆっくりする時間が欲しいなとか、自分の時間が欲しいなとか、そういうふうに思うことってどうでしょう、ないですか？私はすごくそれがあって、非現実的な話ですけど、眠らなくてもいい体が欲しいなとか、一日が24時間じゃ足りないなとか、なんかそんなことを考えてた時期もあります。で、そんな中で、どうやったらこう時間をうまく使えるのかなとかっていうことをずっとこう考えてたんですね。で、その時に出会った本が、これでですね、心の安らぎを得る究極のタイムマネジメント TQ という、タイムクエストの略で TQ ってね、っていう本なんですけど、はい、きっと読まれた方もいるのではないかなと思います。私読む前はいかにこう物事を効率的にやるかとか、なんかこう何ですかね、仕事をどうやったらこう早く終わらせられるかとか、なんかそういうハウトゥー本なのかなって思ってたんですね。ただ読んでみたら全然全くそんなことはなくて、自分のこう今までの考え方とか、マインドセットを変えさせてくれた、すごい影響を受けた本です。で、具体的にどういうところ で影響を受けたかっていうと、まずこの本でとって一番、印象に残ってるのは、まずその人生っていうのは時間っていうのは人生そのものだと。だからいい時間を過ごすってことはいい人生を過ごすってことになるから、じゃあその時間、限られた時間をどう何に使うのかってことはすごく重要なことだって、まあ当たり前のことなんですけど、そういうところからスタートしてて、まずそのためにはあなた自身の価値観を、見つめ直してくださいっていうことが言ってあるんですね。だからあなた自身が何を人生において大切にしたいかを、もう一度こう見つめ直してリストアップしてみましょうっていうことが書かれてます。で、私実際にそれをやってみました。年末にちょっと一人のゆっくりできる時間があったので、そこで落ち着いてですね、時間かけてちょっと考えてみました。で、そうするとやっぱり私の中で一番今大切にしたいのは、こう家族のとの時間だったり、家族のために使う時間だったり、あとはこうやって、こういう場に参加して自分をこうアップデートする時間とか、こういうことなんですね。で、価値観をリストアップして、で、その中でさらに優先順位を決めましょうと、ね、っていうこと、それをやってみました。で、そうすると今まで私はあれもしたいこれもしたいで、例えば本を読みたいであったり、家族との時間も大切にしたいであったり、一方でバラエティ番組が見たいとか、ドラマが見たいとか、そういう欲求もいろいろあったんですね。で、バラエティ番組が見れなくて、こう、見たいけど見れないな、悶々としてる時間が、悶々としてて、一人になる時間が欲しいな、みたいな、そういう心の状態だったんですけど、まあ、価値観を見直してみることで、果たして自分にとってそのバラエティ番組を見るっていうことが、今大事なことなのかっていうことを改めて考えることができました。その見つめ直したことで、いや、バラエティ見るより今は家族との時間とか、家族のために家事することとか、そっちが今自分にとっては大事だなっていうことを改めてちゃんとこう落とし込めた、自分に落とし込めた。で、そういう意味で、例えば家事をしててもこれはこの家事
今までは家事することがちょっと苦痛だったんですけど、なんか家事やってんのも、これなんか家族のためになってるから、なんか、なんていうかな、あんまり苦痛じゃなく感じるようになれたとか、そういう変化があります。本当です。本当です。はい。あと、そうですね。なんかそういう意味で、この心の安らぎを得るって書いてあるんですけど、自分の価値観を見直してみるっていうことが、その心の安らぎにつながる。なんか、なんか仕事が早くなったとか、そういうことではないんですけども、自分の時間の過ごし方が変わったことで、なんか、なんていうんですかね、こう、本当に、心の、こう、もやもやが少し晴れたというような、とてもいい影響を受けた本です。ぜひ、はい、ご興味あれば手に取っていただければと思います。以上です。